ユーリ・テッペシュは、スロベニア、リュグラナ出身の元スキージャンプ選手。父・ミラン・テッペシュは、カルガリーオリンピック団体戦銀メダリストで現在、FIS 競技役員、妹のアニア・テッペシュも元スキージャンプ選手である。テッペシュは2002年に早くも、スキージャンプコンチネンタルカップにデビューし、ポイントを獲得した。2004年から、ノルディックスキージュニア世界選手権に、出場。 2005年に団体金メダル、個人同メダル、2006年は団体、個人ともに銀メダル、2007年にも団体金メダルと計5つのメダルを獲得した。2006年1月1日にガルミッシュパルテンキルヒエンでスキージャンプワールドカップにデビューした。2011年ノルディックスキー世界選手権ではラージヒル団体でペテルプレブツ、 イェルネー・ダミアン、ロベルト・クラニエッツと共に銅メダルを獲得した。2013年3月24日にプラニツァで行われたフライングでワールドカップ初勝利。2015年3月22日のスキーフライングワールドカップでは自己最長記録となる244.0メートルを記録。このジャンプは5人の日型審判全員が20点満点をつける。 完璧なジャンプでワールドカップ2勝目を挙げた。2020年6月現役引退を表明した。ありがとうございます。